はい、おはようございます。ラスカルでございます。最近ですね、僕めちゃめちゃ不足しているものがあって、沖縄が大好きなんですけど、やっぱりね、今なかなか行けないんですよ。で、大好きなお店で夢を語れ沖縄っていうお店があるんですけど、ちょっと行きたいな、食べたいなっていう話をしていたらですね、テイクアウト用メニューをね、送るよって言ってくださったので、ちょっとね、今回は購入して我が家に届いております。こんな感じ、いいよ。うわ、今回はね、スープ、油、麺、豚とセットでね、送っていただいておりますので、今回はこちらでね、ラーメンを作っていきたいと思います。で、今回の作り方なんですけれども、いつものね、湯煎とかとはちょっと違いまして、先にこちらの寸胴ちゃんでお湯を沸かしていきたいと思います。よっこいしょ、よし、今回も火にかけて、で、それでだ。今回ね、作り方がちょっと違う理由が、油、それに豚ですね。まあ、かなりね、包装がね、簡易的なもの。まあ、こちら袋は簡易的なもので、油もね、こういうジップタイプなので、まあ、ちょっと湯煎してしまうと漏れてしまう可能性があるかもしれないので、この作り方に書いてある通りね、この、豚と油に関しては、レンジで温めていきたいと思います。でもそれは沸いてからなんで、とりあえずもうやることがないです。そしたら今ね、お湯が沸きましたので、今日もね、もやしだけですが、こちらの野菜を茹でていきたいと思います。野菜は OK と。そしたら麺を入れる前に、まずはチャーシューと油をレンジでチンしていきたいと思います。そしたら具材を温めるのと合わせて、スープもね、温めていこうと思います。スープはこんな感じと。スープを加熱していきます。だいぶね、油もあって濃厚なスープなんで、焦げつかないように弱火でじっくりと温めていきたいと思います。スープがもうだいぶ温まってきましたんで、麺をね、投入していきたいと思います。麺がね、こちら夢を語れ沖縄さんのね、自家製麺でございます。それで茹で時間がね、だいたい5分から7分ってことなんで、今回もね、最短の5分で茹でていきたいと思います。で、5分スタートと。今回もくっつかないようにしっかり混ぜていきますね。重たい。一旦スープを外して。よいしょ。で、今回盛り付けていくのはね、たまにはと思って、すり鉢ではなくて、こっちで盛り付けていきたいと思います。はい。OK。こちらにスープを全部注いで、で、麺か、熱い、ここに野菜と、で、豚肉ですね、でけえ、でけえ、よいしょ。で、こちらの味付け油を、熱い。はい、ということで今無事ラーメンができましたので、向こうに行って食べていきたいと思います。はい、ということで今こんな感じで完成いたしましたので、早速ね、食べていこうと思います。いただきます。ちょっとまずスープと。うまっ。これ最後に僕が沖縄で食べたのとだいぶ変わってるっぽい。比較的ね、以前食べたスープが、まあ、甘みがあるんだけど醤油も効いてるみたいなタイプだったんだけど、今回はね、こうちょっと甘みを抑えながら、ほんのりね、酸味が出てる感じ。多分ね、骨の酸味だと思うんだけど、これがね、すごいすっきりしてる。ちょっとじゃあ麺を
いや、こんな感じ。ふう、うまそう。まあ相変わらず麺うめえ。これ多分ね、以前いただいた麺とも一緒だとは思うんだけど、ごわごわわしわし系なんだけど、なんて言うんだろうな、もちもちはしてるの。難しいな。またね、この醤油とか豚の濃い香りにも負けないぐらいね、小麦の甘みと香りがあってめちゃめちゃ美味しい。僕はね、撮影用に 2,3 日ぐらい冷蔵庫で解凍をしていたので、多分ね、その間にちょっと麺の水分が飛んでしまってるのか、以前ね、お店で食べた時よりもちょっと低下水っぽい感じにはなってるけど、うまい。チャーシュー、でっかいな、チャこんな感じ。うわ、うまそう。ちょっとね、レンゲとかお箸と比べてみればわかると思うんだけど、ちょっとね、明らかにでかい。よっ。うん。ああ、いいわ。これ多分腕肉なのかな。この赤身がね、結構多い部位なんだけど、これがうまい。うん、僕ね、バラ肉ももちろん好きなんですけど、どっちかっていうと腕肉とかちょっと赤身がね、多い部分の方が結構好きで、このチャーシューうまいな。ちょっと野菜と油と、味付け油うまいな。あー、最高にうまい。最高にうまいぞ。でも結構吸ってるはずなんだけど、減った？画面越してもあんまり減った感じしないよね。調理編もあったのにね、今日は珍しく初登場でございます。いやこれはね、多分チャーシューだよ。絶対チャーシュー。うん。ちょっとここに一味をかけたいと思います。うめ。いや、なんかもうほんとね、夢形さんのこのラーメンが好きで、沖縄行くたびにね、食べに行ってるんだけど、何回食ってもうまいな、やっぱり。
そしたらそろそろ生卵も投入していこうかと。生卵がらめは、ああうまそう。いい。卵完食でございます。でも残り多分ラーメンでいうところの台ぐらいかな。二郎系のもうほぼほぼ残りもわずかとなってきました。うん。でちなみにね、今朝の8時41分僕のね、これが朝ラーでございます。うん。最後のチャーシューでっか。あ、そしたらこちらが最後の具材のチャーシューでございます。うん。でラストにビールで。ということで、ごちそうさまでした。はい、ということでね、今夢を語れ沖縄産のラーメンですね、完食いたしました。いやもうほんとね、毎回僕その沖縄行くとき、まあ、目当てはねもちろんいくつかあるんですけれども、何回行ってもね、その目当ての一個の中に入るこの夢方の沖縄店さん、いやうまかった。一応ね、あのこちらのメニューに関してはネット販売とかはしていないんですけれども、今現在ですね、営業自粛ということで、まあ、臨休をしている日もあれば、テイクアウトの日もあれば、豚丼の日もあって、そちらのね、営業の詳細については、夢を語れ沖縄さんのツイッターの方で発信をしておりますので、沖縄の方はね、ぜひぜひそちらをご覧ください。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったら、チャンネル登録、コメント、高評価、お願いします。じゃあね。